ばでオッズ推移をしておりました。その内三手を崩していくか、ダッシュ勢4号艇の豊田悟が4コースの角、5号艇の楠原が5コース、そして最アウト6号艇の真田英二です。追い風の競争水面、平和島準優勝戦第12レース、枠なりの3対3で今スタートしました。2号艇の上野が坪井より先行して1マークに向かっていくが、果たしてどうか。1号艇の坪井がそれでも先に回っていくか、内を刺そうという2号艇の上野、外を回ったのは3号艇の石橋で、2号艇上野の差しが完全に坪井を捉えて、その後ろ坪井の内側4号艇の豊田、さらには5号艇の楠原、最内からは6号艇の真田、坪井はどうなんだ、ピンチなのか。2号艇の上野がトップで2マークを旋回してまいります。なお前提スタートは正常でした。2番手どうか、外を回ったのが坪井でありますが、前をカットするような形、6号艇の真田英二、その内側からは4号艇の豊田悟、わずかに4号艇の豊田優勢か、外からは6号艇の真田、外から内に切り替えて1号艇の坪井がこの前の2艇を追っています。2号艇上野が先に回って2周1マーク、1号艇坪井が内を回って外を握ったのが4号艇の豊田、内からは6号艇の真田英二で2番手争いですが、ここは船足か、1号艇の坪井わずかに2番手優勢か、それでも内側6号艇の真田が迫って、外からは4号艇の豊田です。2号艇上野の後ろ2周2マーク、6号艇真田を行かせて1号艇坪井の差し、この差しは的確に届いている。ここで2番手に坪井、2番1番最終周回に入ります。2番手3番手も定冠は2艇身から3艇身と相手、6号艇真田、そしてうち4号艇豊田、今度はこの3番手争い焦点か、2番1番の後ろ4号艇豊田の外を握っていく6号艇の真田英二が3番手で、2番1番6番最終ターンマークを目指します。3番手4番手も定冠は4艇身と相手、4号艇のトヨタは4番手、その後ろは3号艇石橋、5号艇楠原の追走です。2号艇上野、見事に差しを決める形となりました。1号艇坪井は2番手、3番手に6号艇の真田です。216、1着2番の上野五輪、2着。上場、そして角14コースは4号艇片足幸隆、そして5コースには5号艇森田太陽、最アウト6コースには今日前半5コースからまくってデビュー初勝利、待ちに待った水陣祭を披露しました6号艇中村かなえ、枠番通り3対3第8レース予選競争、マルポデゴ進入固定、内から森永、三好、井川、ダッシュ片足、森田、中村です。スタートしました。少々ばらついたスリットもインと肩が優勢、1号艇森永、角から出るのは4号艇片足、1幕1号艇森永刺して逃げて、そしてまくり出しは3号艇井川雅人、内側からは2号艇5号艇向こう上面、先頭ですが踏ん張る1号艇森永順に、内側から接近3号艇井川一定審査、さらにアウトから4号艇片足、後方は2号艇5号艇6号艇第8レース、スタートは正常です。1周2マークトップ旋回は1号艇森永、内を狙うのは3号艇井川、ホームストレッチも先頭は1号艇森永が2艇審判リード、2番手は3号艇井川雅人、3番手は4号艇片足幸隆、上位体系は1番3番4番2周目とあります。2周1マークから向こう上面、先頭は1号艇森永、2番手から追いかける3号艇井川、ここも内を選択、しかし先頭は1号艇森永潤が3艇身優勢、2番手は3号艇井川雅人、3番手は4号艇片足幸隆、上位体系は1番3番4番、後方は2号艇5号艇6号艇2周2マークへと移ります。先頭1号艇森永に食らいつく3号艇井川雅人、三度のここは差し、しかし先頭は1号艇森永潤、2番手は3号艇井川雅人、3番手は4号艇片足幸隆、上位体系は1番3番4番最終周回に入っています。ゼロ台の好スタート、先頭1号艇森永潤、そして2番手から追走3号艇井川、ここもさあ
縮めていきたいところ。しかし先頭は1号艇森永がキープ。2艇新ハンサー、2番手は3号艇井川雅人、3番手は4号艇片足幸高。上位3艇は1番3番4番、後方は2号艇5号艇6号艇ラストコーナー。先頭1号艇森永潤、ここも内を狙う3号艇井川ですが振り切った。先頭は1号艇森永、2番手は3号艇。